こんばんは、キリュウです。ラットです。歴史はエンターテインメント。鹿島市歴史チャンネルへようこそ。今日はね、吉永文さんのオークドラマ化記念第2弾ということで、家光編に登場して、まあ、男女逆転オークを作ったとされる春日のつぼねについてご紹介したいと思います。あの、 漫画やドラマの方では、春日の壺でが徳川の世を守るために、再び戦乱の世に戻さないために、男性将軍の徳川家光の死を秘密にして、まあ、お年種である千恵ちゃんに男子を生ませようとしたんだけど、まあ、そのために大奥にいた女たちを追い出して、将軍越えのためっていう名目で大奥に男を入れて、男女逆転大奥を作ったって話になってました。 で、リアルの方の、史実の方の春日のつぼねも、まあ、男色化だった家光に後継ぎを作らせるために、家光が好みそうな女性をとにかく集めてきて、大奥を作ったって言われてますけれども、あの、吉永文さんの大奥で面白いのが、春日のつぼねは戦乱の世に戻したくない。 ものすごく強い思いを持っていて、そのためには女を将軍にするわけにはいかない。戦場で働ける男が将軍でなければならないって、こう、最後まで固執して、まあ、知恵ちゃん、まあ、あの、女、家光ですよね。その、家光や幕閣たちと対立するっていう構図が描かれていた点なんですよね。これってつまりは若い連中と春日の壺のジェネレーションギャップなんですが、これがね、うまいんですよ。あれってね、春日の壺が生きていた戦国の世と、 天下が統一した後に生まれた連中とではこの戦乱の世に逆戻りすることに対するこの危機意識なんかこう危惧する気持ちっていうのが相当違っていたということを表しているわけなんですね。まあ、戦乱の世をリアルに生きてきた春日局だったからこそそこに戻りたくないっていう願いが人一,一倍強くなるっていうのが非常によく表れている演出だったんですよね。 でドラマでもねそこそこは描かれていたんですが春日の坪根の人生特に前半生ね戦国の世の中で彼女がどんなふうに生きてきたのかというのを知れば彼女の危機感がもっとよくわかるんじゃないのかなと思いまして今回は春日の坪根の特に前半生を詳しめにねご紹介したいと思いますまずあの春日の坪根なんですが何かご存知でしょうか 名前は知ってるけどな <laughs> 名前だけ空さんなんか知ってるども知らん。<laughs> ぐらいです。<laughs> 男性か女性かも知らなかった <laughs> <laughs>、うん。まあでもね、あの、ダットちゃんがね、その知ってるっていう春日のつぼねという呼び名は、朝廷からもらった呼び名でして、本名は斎藤福と言います。お福さんだったんですね。 で、この春日のツ、ね、お福さんのお父さんは斎藤利光と言って、明智光秀の配下でした。なんかね、あの、もともとは稲葉一徹っていう人の配下だったんだけど、途中で稲葉一徹の元から明智光秀の元に乗り換えたらしいです。でもって、そのお福さんのお母さん、ね、名前はおあんさんって言うんですけど、そのおあんさんは稲葉一徹の兄の娘。 つまりあの、稲葉一徹の姪にあたる女性で、一徹の幼女だったっていう説もあるので、まあおそらくそのおじさんの稲葉一徹の幼女っていう形で斎藤利光に嫁いだようなんですよね。だから稲葉一徹にしたら、その自分の姪 しかも、幼女にした娘を嫁にくれてやったのに、明智光秀なんかに乗り換えやがってって、こう、激怒したらしいんですよね。なんかね、あの、斎藤利光がね、映っていいですかとかね、許可ももらわずにいきなりなんか映っちゃったらしいんで、まあ、それでね、激怒したようなんですけどね。まあ、でもまあ、それだけね、春日のつぼねのお父さんの斎藤利光っていう人物ができる男でね、手放すのが惜しかったってことなんだと思います。 あの、実際、明智光秀の下では、城をね、一つ任されるほど徴用されていて、あの、例の本能寺の変の時には、明智軍の戦法を務めていたほどなんですね。ただまあね、ご存知のように、明智光秀は本能寺の変で、主君、織田信長を撃ったはいいけど、中国大返しで戻ってきた秀吉と山崎の戦いでね、戦って負けてしまって、逃げる途中、落ち武者狩りにあって死んでしまうわけですよね。 で、当然、その、明智光秀の重心だった、斉藤利光も、無事ではいられませんでした。逃げている途中で捕まってしまって、六条瓦で首を切られてしまいます。で、しかもね、明智光秀と斉藤利光の遺体は、この切られた首を再び、ね、つなぎ合わされて、で、わた口でもう一度、見せしめのために、貼り付けにされてるんですよ。え、もう一回。 つなぎ合わすの縫うの何するの縫うの。うのそして、はまた貼り付け。ね。もう、あの、秀吉がね、こう、いわゆるこう、織田信長様を裏切ったようなやつはこんな目に合うんだっていうのをみんなにね、知らしめるために、まあ、そんな風に死体を恥ずかしめたわけなんですよね。で、ちなみに、この父親の貼り付けを、わずか4歳だったお服が見に行ったという伝承。 まあね、これはあくまで伝承なので本当かどうかはわからないんですけれども、まあ斎藤俊光がそうした壮絶な最期を遂げた後、その妻、まああの、お服のお母さんのワ安さんね、は残された子供たちを連れて、まあまずはね、京都の奥くさんである三条西金枝っていう人の屋敷に身を隠します。 実はね、あの、おあんさんのおじさんの、稲葉一徹の奥さんが、この三条西金枝の娘だったので、まあ一応おあんさんにしたら親戚の家なんでね、ここを頼ったわけなんです。ただね、斎藤利光の妻子といえば、まあ、主君信長を殺した謀反人の身内っていうことで、三条西家にしても妻でもかくまっているというわけにもいかなかったんですね。そこでおあんさんは今度は四国に渡って、長我壁元親のもとを訪ねます。 実はこのね、長我壁元近の奥さんが、あの、斎藤利光の妹だったんですよね。なので、まあ、ここでも身内を頼ったっていうことになります。 そういえばね、この、あの、長我壁元近が斎藤利光の妹を妻にした、ね、妻にくださいって望んだっていうのは、あの、斎藤利光ほどの武勇に優れた者の,の妹なら、きっと強い公務に違いないっていう理由からだったというので、まあ、かのつもねのお父さんは結構同時代の人からも強い武将だって思われていたようなんですね。 で、かすがのつぼねおふくちゃんは、13歳になった時に、まあ、さっきの京都の奥家さんである三条西金枝の屋敷に、辞女として方向に上がります。まあ、身内だし、行儀見習いもね、兼ねてだったとは思うんですが、その4年後、稲葉茂道の幼女になります。あの、この稲葉茂道っていうのは、あの、さっき出てたね、あの、稲葉一鉄の息子、 なんでね。だからまあ、かすがのつぼねのお母さんのおあんさんといとこ同士になるのかな。で、その、まあ、稲葉茂道がどうしておふくちゃんを幼女にしたのかというと、実はね、これより前にね、稲葉茂道は自分の長女、本当のね、娘の婿養子っていう形で、稲葉正成という男を息子に迎えていて、で、その稲葉正成を着死、後取りにしてたんですよ。 ところが、その、正成に見合わせていた長女が亡くなってしまったもんで、身内のお服を養女にして、新しく正成の妻にしようって考えたみたいなんです。なんか、やることがすごいややこしいような面倒な気がするんですけど、やってたことが。うん。実はね、この、稲葉正成っていうのが、この頃、小早川秀明の家老として、 五万石をもらっていて、稲葉茂道なんかよりずっと高級鳥だったんですよ。だから、稲葉茂道にしたら長女に死なれた後も、何としても息子として繋ぎ止めておきたかったようなんですよ。 そこで、まあ、おふくはね、稲葉茂道の幼女となって、稲葉正成の妻となったわけなんですが、この時、正成にはすでに戦歳の産んだね、一男一女の、まあ、子供がいて、おふくは17歳で結婚するなり、いきなり二児の母になっちゃったんですよね。で、まあ、どうしておふくがこんなね、条件の悪い結婚することになったのかというと、まあ、一つにはやっぱり無本人、明智光秀の重臣の娘っていうのが、 あったんですけど、それ以上に、お服が、不細工だったから、みたいなんですよ。あの、おふくちゃんって、実はね、子供の頃に放送にかかって、まあ、顔がね、アバターだらけだったそうなんですよ。まあ、あの、後にね、春日のつね自身が描かせた肖像画っていうのがあるんですけど、これを見ても、まあ、お世辞にも美人とは言い難いんでね、まあ、不細工ゆえに、根気を逃していたっていうのは、事実だったのかもしれません。 なんかいろいろとかわいそうな気がするんですが春日のつぼねっていうイメージはめっちゃ綺麗な人だったんで。うん。実はそういうねあまりお顔の方はよろしくなかったようなんですよね。でもねあの小ち抜一男の結婚っつっても相手はなんせ小早川秀明の家老で5万石の高級鳥ですからねお服に特に不安はなかったと思います。 実際あの、稲葉正成との間に4人もね、男の子を産んでますしね。が、しかし、その高級鳥の旦那がいきなり会社を辞めてしまうんです。まあ、つまり、小早川秀明の元から飛び出して、浪人の身になっちゃうんですね。で、このね、 あの、稲葉正成がどうして小早川家の家老を辞めたのか、その理由はわからないんですが、とりあえずね、正成本人としては、まあ、すぐに再就職先が見つかるだろうって思っていたようなんですよね。実際ね、戦国時代は実力主義なので、まあ、主が気に入らないって言って辞めても、まあ、有能な武将だったらすぐ別の大名からね、家臣にならないかってお声がね、かかるものだったんですよね。だから割とね、戦国時代ってね、再就職っていうのは普通で、リクルート武将ってのって結構いたんですよね。 ところが、稲葉正成が小早川家を辞めた時って、関ヶ原の戦いの翌年だったんですよ。この頃になると戦国乱世も一段落ついて、大量の浪人が世の中に溢れていた時期だったんですよね。まあ、言ってみればね、バブル真っ只中の気分で会社辞めたら、世の中はバブルが弾けてて、就職氷河期になっていた。ね 1991年とか1992年あたりみたいな状況ですよ。ちなみに私は1991年に会社を辞めて留学し、帰ってきた時には就職先なんか全くない状況だったので、この稲葉正成のこんなはずじゃなかった感が痛いほどよくわかります。なんか、正成さんよりも桐生さんの方の話を聞きたいって感じ。<laughs> まあまあそれはまた別の機会に もう、まあね、いくらね、かつては、五万石の高級鳥だったって言っても、いつまでも再就職先が決まらなくて、ゴロゴロしてたんじゃ、まあ、妻のね、お福さんとしては、先行き不安じゃないですか。うん、で、そんな時、ちょうどね、誠意大将軍になっていた徳川家康の孫にあたる、徳川家光が生まれるんですね。うん、まあ、この時は竹千代って名前ですけど、まあ、ややこしいんで家光で行きますけどね。うん、その家光の目の塔を募集している。 と知って、ちょうど4番目の子供を産んだばかりだったお服は、夫の稲葉正則と離縁して、この目のと募集に応募したわけなんです。あの、ちなみにこれも伝承なんでどこまで本当かわからないんですけど、お服が稲葉正則と別れたのは、正則が再就職先も決まらないのにブラブラね、遊んでばっかりいるくせに、何人もの側室を作ったもんで、頭に来て、その側室を叩た,た 切ってそのまま家を飛び出したっていうのがございます <laughs> なおふくちゃんもなかなかすごいけど目のトになるのは別に結婚しててもやっていいの目の,はああのお赤ちゃん産んでででお父が出、ねね、出るまたら別にいいすうん。だからちょうど子供生まれたばっかりだしお乳出るしってことで、うん、ね。う でもやっぱり何よりも離婚したかったんでしょうね。ん <laughs> うん、まあね、た、たね、気の強い女性だったろうからね。<laughs> でね、まああの、さらにね、伝承ではね、その、この後、その、京都の粟田口に、家光の目のと募集のね、この考察が出てて、で、それを見たお服が応募したって言うんですけど、まあ、いくらなんでもね、それで目のとに採用されるっていうのは運が良すぎるので、まあ、おそらくは何らかのつてを頼って目のとになったんだと思います。 あの、そもそもね、家康が関ヶ原の戦いに勝利できたのって、まあ、石田三成側だった小早川秀明の裏切りがあったからなんですよね。で、その小早川秀明を石田三成の西軍から徳川家康の東軍に寝返らせた最大の功労者っていうのが、実は小早川家の家老だった稲葉正成だったんですよ。おふくちゃんが離縁した旦那さん。 で、うんね、その、まあ、稲葉正成の妻ね、別れてようが何だろうが妻がね、目のとになりたいって言ってきたら、まあ、家康さんにしたらね、よし、じゃあ採用しようって思うのも当然じゃ当然かなっていう気もしますね。 まあ、ともかくね、こうしてお服は、家光の目のとになったわけなんですが、まあ、実はね、そこからの方が大変だったと言っても、過言ではないぐらいね、この後も大変だったんですよね。まず、家光が病弱でね、で、おまけにね、性格も、まあまあ、病気がちだとどうしてもそうなるよね、性格が内向的にね、なって、割とこうね、ちょっと暗い子だったんですよ。 で、家光を産んだ母親のおごう。まあ、これはあの、信長の妹のお一さんの娘なんですけど、まあ、この頃は家康の息子の秀忠っていうのに嫁いでたんですよね。で、そのおごうが家光なんかよりも別のね、もう一人自分が産んだ弟の国松。まあ、国千代って言ったりもするんですけどね。後の徳川忠長なんですけど、この国松っていうのを溺愛してたんですよ。 うん、というのも、ま、あの、国松の方がね、まあ、活発だし、子供らしいし、打てば響くような、こう、な男の子だったらしいんですよ。だもんで、ね、おごうにしたら、弟の国松の方を着難にしたいって思うようになったらしいんですよね。でも、家光の目のとのお服にしたら、それは何としても阻止しなければならなかったわけですよね。で、しかもね、伝承では、 この母親のおごうに嫌われていた家光が、もう生きていても仕方ない。僕なんか生きてたって、役に立たないんだって、こう、世をはかなんで、自殺しようとしたので、春日のつもねがそれを止めて、お伊勢参りに行くと嘘をついて手形を手に入れると、まあその頃は隠居して大御所として駿府にいた家康のもとに、こっそり出かけて行って、家光様を着手として認めてやってくださいって、泣きついたっていうんですよ。 手形を手に入れる手形、まあ、あ、あの、あの、入り鉄砲に手だって言って、あの、当時ね、江戸からね、あの、女性が、この箱根の関所を越えて西に行くには、通行手形がないといけなかったんですよ。でも、駿府、うん、に行きますなんて正直に言ったらね、春日のつもりで手形なんか出してもらえませんからね、お坊さんがダメですっていうふうに決まってるんで、そこで、お伊勢参りに参りますって嘘をついたわけなんですよ。 で、まあ、お服の直訴を受けた家康は、駿府から江戸へやってくると、秀忠、おごうの息子夫婦に、まあ、家光こそが嫡男であり、次期将軍となるべきもので、弟の国松はその進化になるんだって、こう、ガツンと言い聞かせたおかげで、家光が後をつくことが、はっきり決まったんだと言われております。 ま、言ってみればね、お服の家康への直訴がなければ、家光は三代将軍になれなかったかもしれなかったんですよね。ということでね、家光が将軍になってからも、目のとに過ぎないお服がものすごく権力をね、握り続けたっていうのには、まあ、こういうね、大きな功績があったからなんですね。うんうん で吉永文さんの漫画の多くでの、まあ、春日のつぼねっていうのは非常に悪気な手を使って、まあ、自分の思い通りにことを進めようとする、まあ、一種冷酷な女性として描かれているんですが、まあ、それも徳川の存続、引いては、まあ、それが平和な世を作るためでもあって、で、まあ、悪役ではあるんだけど、そうせざるを得なかった気持ちもわかるな、みたいなキャラに描かれているんですよね。あのー、ほら、 鎌倉殿の13人でも、北条義時がそうだったじゃないですか。なんか悪いこととか残忍なことするんだけど、ああ、この場合そうしなければならなかった、その気持ちもわかるなぁ、みたいなね。なんかそういうキャラなんですよね。だからね、あんまり憎めないんですよね。でも、史実の方の春日のつもねが、まあそこまで徳川家のことを考えていたかどうかはわかりませんけれども、家光のことをむちゃくちゃ可愛がっていたのはもう間違いありません。 まあね、もう家光のためなら鬼にもなるし仏にもなるという点では、まあリアルの春日のつぼねも漫画やドラマの春日のつぼねと全く同じだったと思います。まあなんせね、生まれたばかりの自分の子供を捨てて家光の目のとになったわけですからね。 まあ、ただね、あの、長男の千熊、まあ、後の稲葉正勝と、それから繊細の奥さんが産んだ娘の子供の、まあ、のつぼねにしたら、えー、義理の孫に当たるのかな、えー、堀田正盛は、後に自分のそばに呼び寄せて、家光の故障にしております。 まあ、おかげでね、稲葉正勝も、堀田正盛も、家光が将軍となってからは、その側近として大出世したわけなので、まあ、お母さんが自分を捨ててね、よその子の目のとになっちゃったって言っても、結果的には良かったのかもしれませんね。うん、確かにそうですよね。まあぜ、全員、全員じゃないかもしれない。幸せになってくれてたらね。結果往来で。うん、そうそう。<laughs> あの、なんていうか、別れた旦那さんも最終的にはちゃんとね、あの、書料をもらってね、うん、取り立てもらってるからね。 はい。なので、まあまあね。えー、まあ、いろいろ辛いことはあったけど、最後は良かったのかなって感じですよね。で、まあ、あの、家光が三代将軍となってからは、春日のつぼでは、将軍様おつぼねっとなって、 で、まあ、大奥での取り締まりを任されるわけですね。ご存知のように、あの、男色家の家光を女好きにするために、おまんとか、おらんとか、おなつとか、おたまというね、まあ、家光が気に入りそうな女性を次々に大奥に入れていくということになるんですね。で、まあ、この中のおたまっていうのは、後に五代将軍になる綱吉を生んだ継承院のことなので、まあ、その辺はまたね、次の動画でお話しすることとして、まあ、大奥を整備して、老中にも勝る権力を 握ったと言われた春日のつぼねも夜としなみには勝てずついには病に倒れてしまいます。でこの時春日のつぼねは癌として薬を飲もうとしなかったんですね。というのもかつてね家光がね26歳ぐらいの時かな放送にかかったことがあるんですよね。で結構危なかったんです。 で、その時に、もう、自分は生涯、どんな病にかかっても薬を飲みませんから、どうかどうか家光様をお助けくださいって、こう、薬立ちの願掛けをしたからなんです。で、そのため、まあ、寛永20年、1643年9月14日、かすがのつぼねは、とうとう亡くなってしまいます。64歳のことでした。まあ、一説にはね、あの、将軍の家光がね、もう、 あの自ら薬糖をね、こう、飲ませたんで、まあ、やむなく飲んじゃったとも言われているので、まあ、飲んだけど治らなかったのかもしれませんけどね。まあ、でも、どちらにせよ、家光に障害を捧げた女性だったということは言えると思います。薬立ちをするっていうのもすごいですよね。それをちゃんとこう、守って、ずっと64歳まで生き続けたっていうのは、かっこいいな、おふくちゃん。 かっこいいんですよ、春日のつぼねって。あの、やっぱりほら、自分が薬なんか飲んだらね、薬立ちのそのガンを壊したら家光様の身に何かあったらもう、私は死んでも家光様だけはお守りしなければっていう、まあ、そういうね、強い思いがあった女性なんですよね。そういうね、まあなんか、あの、戦国の世を生きていたからこその強さみたいなものもあったのかなっていうね、前半戦のそういうね、男性の大変な思いをしたからこそ、後に男にも勝るようなね、強い強い女性になって かもしれません <laughs> ということでね、えー、今日は春日のつぼねの障害を、まあ、特に前半生中心に、えー、ご紹介してみました。いかがだったでしょうかこの動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、<laughs> グッドボタンをよろしくお願いします。Twitter もやってます。多くはね、あの、第3弾もやるつもりなので、ぜひぜひそちらもご覧ください。<laughs> よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。今回ドラマの えっと、かすがのつねは、中川くんがややるのかすがのつぼねは、あの、斎藤ゆきさん、あの、女性だから。かすがのつぼねは女性です。そうか。そうか。あの、目の音だからおちてあげるから。そう、それはそうだ。そうか。それはもうやってるのか。斎藤ゆきさん,、うん。こなくなったからね。うん、うん,う,んうん、うん、うん。ちゃんと見てないから、ちゃんと見なきゃ。じゃ <laughs> 見てください。面白いので見てください。<laughs> 斎藤幸さんがこうずっと暗い表情のまんまで演技してはるやん。今日の説明聞いて、ああ、そういう人なんやってちょっと納得できました。うん 漫画の方もね、あの、なんていうのかな、こう、厳しくって、ニコリともあんまり笑わないみたいなね、やっぱりその、強くて厳しい、あの、感じで。で、だからこそ、なんかこう、戦国の世に戻したくないっていうのは、自分がその世をね、厳しい世の中を生きてて、すごい悲惨だったことが分かってるわけじゃないですか。お父さん張り付けになるしね、自分ももう逃げまどうしってで。だから、リアルにしたくないっていうのを、まあ、若い人たちは、なんかその、そんなのもう来ませんよとか言うわけよね。で、まあ、実際、そういう世にはならないんだけれども、かす のつつぼねにしたらいつ何時なるか分かりませんよっていうやっぱりこう前半生のそういうね生々しい体験があったからこそああいう風な対立になったのかなと思うのでまあねあのこのちょうどこの家光期とかそれからもう少し後のその綱吉期っていうのがその戦国の気風のだんだん消えていくこの過渡期なんでねそれなんかもその春日のつぼねっていうその一人 の女性とと若い息子たちとか、ね、家光あの千恵ちゃんとかねそういう若い子たちとの感覚のズレでうまく表してるなと思った次第です。うん,なんか私らの親の世代ってね、はい、戦中戦後経験してたりするやんそういう時になんかその,その頃の記憶がすごいトラウマになってるっていうのをね何回か見聞きしてるから。 アスカのつボネもそんな感じなんやなと思うとだっていくらねなんか言われても経験してないからわかんないじゃんやっぱりね<あ>うん、なんかあの 超遺弾を落とされて、その中での空襲警報がなってって言われて、もうそのなんていうのか怖さとか、その大変さっていうのは大変やなと思うけど、リアルにはわからないよね。だからおそらくやっぱり、その、息子たちとかね、ちえちゃんたちにしても、その、春すのつぼねが戦乱の家には戻したくない、ダメなんですって言っても、そんな、大変なのみたいな、ちょっとやっぱわからない部分っていうのがあったのかなとは思いますね。 なんかこう、今って日本が平和ボケみたいな感じだけど、その日本の中でも平和ボケをする人としない人たちがいっぱいいる時代だったんですよね。日本国内での戦いだったから。ちょうど、あの、それこそさっきね、クーさんが言ったみたいに、何時世界大戦後 の、ちょうどなんかこの戦争を体験した人と高度成長で、これからいけいけどんどんの若者たちとの,その考え方のギャップとかがあった時期っていうのが、まあうちらはまだ子供でよくわかんなかったけど、なんかその、この春日のつもねと、まあ幕閣たち、若い幕閣たちとの間にあったような、この、うん、分かり合えないみたいなのがあったのかもね。やっぱそういうなんかこう時代の変革期っていうのはやっぱあるんだろうなっていうね。その辺がこううまく描かれてるなっていうのは思いました。 なんか全然関係ないけどブルーインパルスが飛んできたら日本人は窓を開けて空を見るのが諸外国の人から見たら信じられないらしいね。あでも私もさあの今まではそのブルーインパルスでわーって楽しんでね見に行ってたけどあのほらウクライナの戦争があってからはこれを楽しんでいいんだろうかっていうの実際 こういう爆撃をね、受けてる人たちがいるのに、なんか、わーって言っていいんだろうかっていうのはちょっと思ったから、やっぱり、その、自分が生きてる時代、場所、そのね、2、3年前はわーって言ってたのにさ、そんな風に思うようになったんで、やっぱり、その、もっとすごいね、実際にその戦争を体験してたら、もっと変わるだろうなって、あの、ブルーインパルス見て、わーなんてとても言えないっていう気持ちになるかもしれないなっていうのはちょっとか、思いますね。 でも私はトム・クルーズさんはあんまり好きじゃないんですが、トップガンのオープニングだけはめっちゃ好きです。<laughs> トップガンね。<laughs> あそこだけは見ます。何度も。みんな飛び立つって行くときの、<laughs> その、いろんなクルーたちの動きがめっちゃかっこいいから、ああいうの見たら、んなんか別にこう、軍用機とか全然好きじゃないけど、おーってなっちゃうから、 ワクワクはしちゃうよね。しちゃいけないんだろうけどしちゃうよね。そうなのよね。なんか、私は基本的にさ、軍用機とか好きなんだけど、<laughs> 特にあの、ああいうね、あの、いわゆるジェット機って呼ばれるあの、速いのね、乗組員がって言われるの、なんか飛んでるのがかっこいいなとかっていうね、あの、なんていうのかな、その、フォルムとかね、そういうのが好きなんだけど、うん、好きって言っていいんだろうかっていうのはやっぱ思うようになったよね。うんうん、好きだけど、それをやっぱり素直に好きって言っていいのかな、みたいなのは、 あの、例の、ほら、あの、宮崎駿さんのさ、あの、風立ちぬの、その、いわゆる、こう、戦争のための飛行機を作っている。でも、美しい飛行機を作りたいみたいなカット宮崎駿自身にもある、その、戦争のための道具を作ってるのに、それを美しいと感じてしまう自分みたいなね。うんうん、そういうのに、ちょっとなんか、あの、そこまでその、ちょ強くは思わないけど、なんか、今までは、かっこいいって素直にね、トップガン見てても、わーって思ってたのが、トップガン見に行っていいのかなとか、ちょっとね、うん、なんか、素直には、ちょっとその、手放しで、 わーいって言えなくはになっちゃったかな、うん。言えばね、本当に、本当に世界が平和だったら、いらないものたちですもんね。そう,う,うなのよ。うん、うん。なんかなくてもいいものなんだけど、だから本当になんていうの、あの、そう、ショーでね、わ、うん、ーって航空ショーでやってるだけのものだったら、別にね、それはそれで平和利用でよかったんだけど、まあ、ただ、いらないよね <laughs>、うんうん。でもすっごいスピードだから、 すごい早く物資が欲しい時には必要かもしれないよね。<laughs> まあまあ、なんていうか、こう、いろんな、その、なんていうの、技術というものが、あの、認めたくはないけど、戦争のおかげで、軍って進むからね。う,ねうん。なんか悲しいね、そういうのってね。うん、まあでも、しょうがない。事実は事実です、ね、で、やっぱりかっこよくはわざとしてんのかな憧れるように。いや、 多分、そんなのなんか、あの、機能的に早く飛ぶとか、そういうのを重視しないと、かっこよさは二の次だと思う。あの、あの、重さとか、そういうの方が、とか、あと、丈夫さとかの方が大事だから、あの、速さを出すためにやっていくと、ああいうフォルムになるから、あの、なんだろうな、やっぱ芸術ともそうなんだけど、あの、よくほら、アスリートの人たちがさ、こう、高く飛んだりとか、その、なんかこう、長く走ったりとか、そういうフォルムって、すごく美しいじゃないですか。あの人たち別に美しくしようと思ってやってるわけじゃないけど、 ただ、速くとか強くっていう風に鍛えていくと、やっぱり人間見て美しいと思うから、あの飛行機とかも多分同じで、速くしようとかそういうのにすると人間がこう、美しいと思うものになるんじゃないのかななるほど。深いね。<laughs> なんか、それはよく思う。あの、人間の動きが、こう、極めて極めていくと、あの、バレリーナの動きとさ、アスリートの動きがだんだんなんかやっぱり似てくる。うん、その、美しくなっていくっていうのが、やっぱりなんかこの頂点で、んだから、アスリート、まあ、バレリーナもアスリート並みにすごいことをやってるんだけど、でも、美しいじゃないですか。だから、あの、アスリートの人たちの美しさと、バレリーナの美しさっていうのは、なんかちょっと、通じるものがあるなと思ったりはするね。うん、だから、鍛えると美しいんだなっていう。 じゃあ我々も鍛えましょう。そうねこの腹のタプンタプンとかはな情けないからな無くさな,いといけないか風 <laughs> の抵抗をなくすためにいろんなことをしていきましょう。<laughs> <laughs> まあでもね、まあもし私たちが大奥に入ったってね、あの、おはしたって言ってどうせ下働きでそんな、ね、お中老さんとかになれるわけじゃないからね、頑張ったところでは元がこれだからしょうがないかなと思ったりはするんですけどね。あ、でも、わかんないね。あの、ほら、カスガのつぼねは美人じゃないけどね、<お>登り詰めたからね。うん、まああの、美しくない人間は、再格で、再格もそんなじゃない。<laughs> 難しいね、なかなかね。なかなかね。 まあ、なんいうか、あの、やっぱりこう、あの、いつの時代でも、その、なんか、才覚があったり、美しかったりしてトップに行く人はいつの時代でもトップに行くし、まあ、行かない人間はこんな風に、大体こう、低迷してるみたいなね。まあ、そういう庶民でいいやって感じですかね。